ハイラルの姫巫女、そしてマスターソードの主リンクよ。武士の剣万全に回復しておる。再びその手に収めるがよい。ありがとうございます、デクノキ様。礼には及ばぬ。わしは何もしておらぬよ。傷を負っても自ら回復を果たす剣、たとえどんなに深い傷でも時をかければ必ず。それだけではない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。さすがは女神が作り賜ったと謳われる伝説の剣よ。より強くなれる剣。マスターソード。
一通り見せてもらいましたが、確かにこの時代の技術ではありませんね。でもワープという機能はここでも使えるようにできるかもしれない。少しいじってみたいのだけれど、お借りしていいかしら。はい、ミネル様、何かのお役に立つのなら。ではお借りするわ。私が未来から来たこと信じていただけますか？初めから疑ってなどいません。ゼルダ殿が元の時代に戻る方法はわかるか、姉上。あなたが時を超えてきたのは秘跡の力によるものでしょう。そもそも秘跡とは持ち主の力を倍化する秘宝です。私であれば肉体から抜け出す魂の力、ラウルであれば魔を滅する光の力、ソニアは時を司る力、あなたからは光と時、二つの力を感じるわね。媒化されているのは時の力のようだけど。時の力。しかし秘跡はあくまで力を媒化するだけ。実際にそれを制御し行使するのはあなた自身だから、あなたが帰り方をわからないというなら。秘跡にまつわる伝承に流化の法と呼ばれる禁じられた術があります。秘跡を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。なるほど、ある意味で時を超える術か。これが何かの手がかりになるのではということだな。ええ、しかし伝承には続きがあります。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない、禁じられた術と伝わるゆえんです。時の超越という一点においては糸口になると思ったのですが、永久に自我を失ってしまうのでは本末転倒ですね。ごめんなさい、お役に立てなくて。振り出しか。とはいえ、ゼルダ殿が力への理解を深めれば新しい発見があるやもしれぬ。使い方をソニアに習ってみるのはどうかな。はい。
ハイラル王国を我が手に。ジークが一瞬で、今のは一体。力押しではダメか。あれがゾナウの秘石。面白い。
大丈夫？上の空だったけれど。すみません、どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね、コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。物の記憶？大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。え？早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうして？ソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク？初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い、心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。
Huts!
さあ、ゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形さん。私たちが何も気づいていないと思っていたの。
Thank you.
ついに我が物としたぞ。
ソニア。遅かったな、ラウ。我は手に入れたぞ。貴様らが高みから見下し、当たり前のように独占していた神のごときこの力。その女はお前の傲慢ゆえの犠牲だ。我を御せると思うた己の不明を食い行くがいい、ラウル。頼んだぞ。今はソニア様を。
く。
ラウル殿、先ほど伝令が、ゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。皆の力を私に貸してくれ。Thank you.
ソニア、ゼルダか。ラウル様、明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがあります。この時代に来たきっかけは、地下で眠っていた男でした。それで？遺跡により変貌したガノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男は、ついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてラウル様、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも、私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。
私が来た意味。
Huck!
大魔の剣、我が正気で砕ける刃は役に立たぬ。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。
秘石を飲んだ者は調整不老の竜となり永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。
あなたの剣、マスターソードは魔王を滅する唯一の力。一度は魔王に敗れたけれど、長い眠りがこの深い傷を癒し、今度こそ魔王
ように打ち勝てるように。必ず新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。どうかこの剣が未来のあなたの届きますように。